バイオハザード。よーし、準備万端。一応回復一つと、あとマグナムリボルバー4発、さらにはショットガンも6発あるので、まあ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 、ある程度なら戦えるんじゃないかなと。フル装備ではないんだけど、ある程度なら戦えるようになったんじゃないかなということで、さあ、研究室、地下4階に行こうか。クリス！レベッカ！どうしたお前？何してんの？中庭であなたを見て。は？中庭で？追いついた。中庭ってどこだっけ？無事でよかった。無事でよかった。待って、こいつ裏切る者じゃねえよな。いいか、これからはもう離れるんじゃないぞ。おー、なんかカッコつけてるクリス。わかりました。おお、後輩なのかレベッカって。あ、レベッカと共に地下4階行くってこと？わーわー、でもごめん、俺には心に決めたジル・バレンタインっていう唯一のヒロインがいるんだ。二人で行ってるけど、おい、レベッカにショットガン渡してあげたら？レベッカめちゃくちゃチンケなハンドガン持ってたぞ。ショットガンぐらい渡してやれ。さあレベッカ、ついてこい。ついてきてる。ついてくんな。そう、おかしいか。レベッカだ。レベッカ、レベッカ話しかけらんねえ。嘘、まあ、ガチ恋距離レベッカとクリスガチ恋ね、中学生みたいなことやってんな俺マジで。さっきからそしたら進んでいこうか。んー、これバイオハザードマークだよね。ん、なんか調べられるところないのか。なんかアイテムとかが落ちてるわけでも。あ、ショットガンの弾があるのと、ショットガンの弾無限かこれ。あ、2個落ちてるってだけか。了解了解了解。そしたらもうマジでマップごめんね、アイテム開いて、ショットガン18発にマグナムリボルバー4発、さらにはダガーナイフ3つと手榴弾6個万全すぎる。準備が万全すぎる。行こうか、最終決戦レベッカと共に。でレベッカ、そうだな、すまない、お前も十分可愛い可愛いんだけど、俺らの正ヒロインジルバレンタインを助けに行こうか。さあ行くぞ。ウェスカーは私の不手際によりも多分亡くなっているので、リサちゃんに殺されちゃってるんで、ウェスカーは出てくることないと思うんだけど、おそらくこの地下4階最後にはタイラントが待ってるね。さあ行こうか、あとはこいつを倒すだけ。生物兵器 BOW ってこいつのことなのかな。え、ウェスカー。おい、ウェスカー、生きてるじゃねえかお前。死んでると思ったが、いい声。さすがだなクリス。おお、ありがとう。私の部下だから当然。お前上司なんだ。光栄だね。光栄だね。なんでタメ語なお前。ハンドガンだぞこいつ。ウェスカー。ハンドガンこいつ倒せる。悪いが何の話かさっぱりわからんな。声良すぎるな。いつからアンブレラの手先になったんだ。お前は何か勘違いしているようだな。私はもともとアンブレラの人間、そしてスターズはアンブレラの、いや、というより私の都合のいい駒だ。だがタイラントウイルスによってここが汚染されたせいで、お気に入りのスターズを失ってしまい残念だよ。お前がその汚い手で殺したんだろうが、このクソ野郎め。ひどい。ああそうだよレディ、こんな風にな。レベッカ、動くな。え、貴様、そんなに死に急ぐこともないだろう。一つ面白いものを見せてやる。え、レベッカ、レベッカ、おお、待て待て待て、ちょっと黙ってムービー見てみようと思ったけど、レベッカ、俺らのレベッカが、マジかよ。いやもうタイラントとかどうでもいいわマジで。何なんだよあんなチンケなハンドガンでよ。もうこっちのマグナムリボルバーで脅したら一発だっただろ絶対。何してんだよクリス、お前銃も構えないでよ。裏切り者って分かってただろ。かっこいいなちょっとタイラント。これが究極の生物兵器タイラント。タイラントだ、かっこいいな笑っちゃってるよクリスも。ウェスカ、あんた行かれちまったのかクリス、お前には一生理解できまい。おい、でもあいつなんか弱点っぽい心臓が、実に美しい。弱点っぽい心臓が丸出しだぞ。ウェスカ、
何やってんだよバカ野郎が。お前レベッカを返せ。それよりもうお前はもう元から死んだと思ってたからどうでもいいんだウェスカ。おいおいおい何してる。まあ始まったねラスボス戦が。ね、でかこいつ。この化け物め。化け物フランケンって呼んじゃってるけどタイラントだって。撃って、まあこれはもうあれだよね、相手多分ノックバックしないから下がりながら戦っていくしかないんだけど、でもこれさマップ回れる構造になってなくね。ねえマップ回れる構造になってないし、なぜか扉開かなくね。なんか開かないマークになってるよね。一回試してみる扉。電子ロックがかかってる。なぜだろうね、なぜだろうね。ウェスカーがピッピッピッってなんかマシンいじってた時に電子ロックかけたのかな。あいつとんでもねえ間抜けじゃねえか。ちょっと待て、ツッコミどころが多すぎるムービーだったな今のも。ウェスカー、てかレベッカー、ウェスカーなんかどうでもいい、てかもう目の前のタイラントどうでもいい、もうレベッカーが撃たれたことが悲しすぎるわ。もうこいつ倒してジルバレンタインしか助けられないってこと俺は。くそ、所詮俺なんか一人の命しか助けらんねえんだ。十分だけど緊急事態のため作動したようだ。なるほどね、タイラント撃って、おいこいつ攻撃思ってる、かわせる、思ってる攻撃かわせちゃう。まあもうマグナムリボルバーなくなったからショットガン装備していこうか。てかこれさ、あいつさ身長高いじゃんタイラント。でなんかさ心臓部みたいなのが胸の右側に飛び出てたから、もしかしたら上向いて撃った方がいいのかもね。ヘッドショットにもなるかもしんないし、ちょっと上向いて撃ってみるか一回ショットガンを。でもさこいつ俺さ用意したダガーナイフと手榴弾全く使えなくね。とんでもない斬撃で攻撃してきそうなんだけど、これかわせんのかな。マップ的にはかわさないとダメっぽいから、あこれこっちまで入ってきたらダメなんだな。この下の方でぐるぐるしないとダメなのかな、もしかしたら。まあいいわ、そんなん気にしない、一回かわそう。攻撃を市川市入ります。こいつバカだ、こいつバカだ、多分バカだ。撃って撃って、タイラ、思ったより弱、思ったより弱いタイラント。いや立つよな絶対、だってラスボスだもんね。立つよ絶対こいつは。ねじゃあもうちょっと撃っとこう。ねごめん俺死体撃ちとかそういうなんか絶対良くないことなんだけど、もう一回撃ってみていい。こいつ立つなら絶対もう一回血のマーク出るもんね。あ意味ない、すっごいなんか良くないことした気分。え待って、これでラスボス戦終了。今までで一番倒しやすい敵だったんだけど、初期ゾンビの次なんだけどこいつ強さ的に言うと多分まだだよね。まあいいや、一旦バレンタインを救う鍵が哀れな死に様だとか言ってるじゃん。ウェスカ持ってるはずだよね多分。あ観察記録書、おいこんなん悠長に読んでる暇か。絶対後ろからタイラントうーって来るって、俺もわかるって、あいつ絶対もう一回立つもん。 G の発見に至るには思想ウイルスの投与から実に計21年もの熟成の期間が必要であったようだ。 G の発見、フランスの研究所から取り寄せて投与した寄生生物のプロトタイプをあの実験体が取り込んでしまったのも今思えば容易に納得がいく。寄生生物のプロトタイプ、うん、実験体の体内で長き眠りを貪り21年という年月を経てあれは突然変異的に変化したのだ。まさに進化という言葉がふさわしい。これらの観察データは私にさらなる素晴らしいヒントをくれた。これウェスカーの日記だよね多分。これを推し進めてさらに改良を加え変異を与えることで T を超える G を作り出す糸口が導き出された。 G T って多分タイラントの T だよね。これは後々の BOW の歴史を塗り替える画期的なものになるはずだ。あの忌々しいアレクシア城もあの世で悔しがっているに違いない。すまない、わからない単語が多すぎて G とかアレクシア城とか何言ってんのこいつ、もっと説明求む。数年後にはその研究成果を発表できるだろう。ウィリアム・バーキン。全然ウェスカーじゃなかったんだけど。なんだよ。何 G って。もしかしてさ、タイラント以上の何かがあるってことだよね、今の。絶対ジャイアントじゃん、G って。タイラントの次はジャイアントだよね。待って、鍵なくね？あ、これか。電子ロックで解除する。
電子ロックを解除した。これで、はいはいはい、元の部屋に戻れるし、これさ、バレンタインの部屋戻ろう一回。ん？あ、ここ柵？あー、こっちじゃない、こっちじゃない。ん？ちょっと待ってね。あ、ここか。ここで多分ね、ぐるぐる追いかけっこした方が良かったんだろうね。けどなんかこいつの動きのろすぎて全然突破できちゃったんだけど。クリス！え？レベッカ！生きてたの？生きてたの？もうここには用はない。待って、こいつ本当に生きてる？早く出るぞ。待って。こいつ本当に生きてる？大丈夫？だって、左胸撃たれてたよね。ウェスカーが外すわけなくない？いや、腐ってもあいつさ、一応スターズの一員ではあったからさ。ねえ、最終ボスレベッカみたいなことないよね。さすがに考えすぎが、行こうかレベッカ。レベッカ生きてたの？マジで激アツなんだけど。真面目に激アツなんですけど。撃たれて、でもあの一瞬でウイルスに侵されることもまあないだろうから。レベッカ、お前防弾チョッキ着てたのか。よかったわ。ウェスカーの3000倍ぐらい嬉しいわ。3000倍ぐらい。どうした？さっきここのファイルを見たんですが、どうした？まだたくさんのタイラントウイルスが残っています。嘘でしょ。思い切ってここを爆破しましょう。そうだな、後戻りはできない。なんかお前らすごい。レベッカ、やってくれるか。嘘でしょ。任せてください。さっき見つけた起爆システムを作動させます。絶対自分でやった方がいい。必ず脱出できる。外で落ち合おう。はい、必ず。ねえ、なんで別行動するわけ？なんでなの？てかさ、バレンタインを俺は助けたいんだけど。ジルバレンタインを。てか、レベッカももう一人で行動するな、お前ら。なんですぐ一人で行動しようとするんだ。早いな。これまたあれか。時間制限があるパターンのやつか。いや、何お前ビビってんだよ。レベッカがやってくれたんだよ。せっかくレベッカがやってくれたのに、何お前ちょっとビビってんだよ。もういい。虫邪魔。いや、俺はもう一方通行でレベッカじゃない。ジルバレンタインの元に行くよ。自分の身なんて最後の最後でいいんだよ。バレンタイン？ジルバレンタインを救わないと俺は。これでもさ、なんかあれだね。制限時間みたいなものを記されてないね。記されてないから、思ったより余裕あるんじゃね？のんきな考え。思ったより時間余裕あるんじゃね？お前一段一段降りんな、こんな時に階段。律儀によ。ロックが解除されてる？バレンタインは？いるんじゃない？バレンタイン！一緒に逃げよう！ジルバレンタイン！ジル！待たせたね。来ると信じてた。信じてたよね。早く出よ。よし。これで全員救えたんじゃない？バレンタインもレベッカも。よし、走るぞ。敵は結構いるけど、大丈夫。俺のショットガンがあれば。これさ、間に合うよね。ジルバレンタイン救ってたら時間ギリギリになるとかそういうやつだと思うけど、でも大丈夫、安心して。多分難易度ノーマルだから余裕だよ。舐め腐ってる。難易度ノーマルを舐め腐ってる人間なんで俺。多分いけるよ。さあ、行きましょう。お前が先走るんだ。マジか。ちょっと待って、ごめん。待って。最後で不甲斐ない。とても不甲斐ないけど、待って。バレンタイン、ちょっと待って。こっちだよね。で、多分あれかな、飛行機の方から、飛行機じゃない、ヘリコプターの方から出てった方がいいのかな、もしかしたら。じゃあ一回マップ見ていいか。B2、 これ B1 のさ、この赤い鍵の方から出てった方がいいかもしれないね、もしかしたら。まあ一回普通に上行くか。てか、なんかバレンタイン、ジルバレンタインの部屋もう少し探索できたマーク書いてあったけど、まあ別にいいよな。ジルバレンタインが救えたならそれでいいよね。さあ、研究所から脱出しましょう。思ったよりゆったり探索できたりする？もしかしたら。なんかセーブとかできたりする？ああ、もうすごい。だってアイテム拾えるよ。まあもういいか、別にアイテムなんか。よし、じゃあ上行って脱出しよう。のんきに上がるな、はしご。もっと急げよ、お前。で、あ、バレンタインじゃん。ここ開くんじゃね？そうだよね、やっぱり。ここがあれだ。あの、ヘリコプターで逃げ出せる装置みたいな感じのところ書いてある。何これ。
え、こんなん拾ってる場合じゃないんだろうけど、死ぬほど救急箱あるんだけど。で、ショットガンの弾もあ、え、なんかさ、ん、ちょっと待てよ、なんか怪しくないか。ショットガンの弾落ちてて、救急箱が2つ落ちている。あれ、なんか真のラスボス戦ここから始まる、もしかして。もしかしてここから始まる真のラスボス戦。だってこれでさ、ドカーンでエンディングだったらさ、もうこんなアイテムある必要ないもんね。ブラッド、ブラッド、うん、ヘリコプターだ、ヘリコプターだ、ブラッド助けてくれ、ブラッド、うー、助けを呼べ。なぜ助けを呼ばない。え、今ブラッドがさ、ブラッドって多分ヘリコプターだよね。通信が通じてたってことだから、おー、急げ急げ急げ。あ、何これ、何これ何これ何これ、ちょっと待って、待って、分かったから、あの回復適当に使うから、回復適当に使うから、これ拾わせて。これ何、ヒューズユニット、ヒューズユニット、ヒューズ、ごめん、俺エイペックスでしか聞いたことないんだけど、ヒューズって、何、ヒューズユニットって、これ何、これエレベーター動かない、あー、なるほどなるほど、ここにヒューズユニット入れろってことね。猿でもわかるな、わかる、なんとなくわかるわ、電源ね、ヒューズ。爆破3分前ですか。起爆システムを作動させました。ナイス、よくやった、レベッカ。上空にブラッドがいるはずだ。なるほど、ヤツらが来ます。いや、もう帰ろ、ここは私に任せて。いやいや、バカ、なんとかブラッドと連絡を取って。何、お前カッコつけて、じゃあショットガンぐらい持ってけ、じゃあショットガンぐらい持ってった方がいいぞ。カッコつけてるけど、絶対レベッカとかジルバレンタインにやらせた方がいいって、連絡係。本当に、何、え、制限時間が、あ、爆破あと3分だから。でも俺今何もできないよ。エレベーターで10秒ぐらいは消費させられるってことか。ブラッドと連絡を取って、なんとかブラッドと連絡を取んなきゃいけない。なるほど、これ何、信号弾、なるほど、信号弾取って、ちょっと待ってね、いろいろ調べていいか。これ多分メニュー見てる間は時間止まるから、ゆったりやっていこう。多分きっと3分じゃない。これでブラッドに合図を送ることができる。了解。これで、あれか。なんかあの、赤い花火みたいなやつを打ち上げればいいのね。了解。え、これ別にさ、もう、ここで打ち上げればいいんでしょ？あ、じゃあ使おうぜ。使って、信号弾打ち上げよう。これなんか敵出てくるんじゃないですか？どうせ。どうせな、誰か出てくるだろ？はい。信号弾打ち上げ。上がってきた。あら、二人とも大丈夫か。お前らちょっと怪我してるじゃねえか。ちょっと怪我してるな。タイラントじゃないの。やっぱそうだよね。バカ、おい、何してる。うクリス、銃構えろ。おい、マジで死ぬぞ。え、バカ、何してる。おい、こっち向け、バカ、こっち向け。わあ、レベッカ、うわ、すごい、ゴミみたいに飛んでった。レベッカ、何してんの、クリス、マジで。お前、何、人のさ、あ、待って、これさ、分かった、待って、救急箱調べよ。したらさ、人に使えるなんかあるんじゃない。救急スプレー、救急用スプレーと、もう一個は、もう一個の方も調べて、救急用スプレーじゃない、これ。あー、グリーンハーブか。これ多分この世界、あの、よくわかんない世界観なんで、救急スプレー1個使ったらみんな全回復すんのね。うん、もうなんか俺もよくわかんねえんだけど、世界観。多分、人に使えたりするんじゃない？え、待って、バレンタイン。一回、あ、レベッカは生きてるから少なくとも。おい、こっち来い、お前。危ない。助走つけてきた。レベッカ下がれ。こいつ助走つけてくる。はい。いいよ。こっちにヘイト向いてろ。やべ、ちょっとごめんなさい、リロードしてるんで、今リロードしてる。すごい攻撃力だけど、まだ黄色だから全然大丈夫、余裕。おい、かかってこい、てめえバカ野郎、これお前ケツでかいんじゃボケ、こら、おい、ケツでかいんじゃボケ、こっち向け、おい、かかってこいよ、撃って、ごめん、弾足りなくなるかも。はい、助走つけて、いってー、ごめん、すっげー、いってー、あ、デンジャーだ、やっべ、HP やっべ、これどうしよう、やっべ、
ねえこれやっべえけどこれバレンタインに使ってみて、これ救急スプレー、これ人に使えるかわかんねえけどね、これ使うとしたら絶対自分に使っちゃうよね。ねえ これさ、バレンタインに使いたいんだけど、この救急スプレー。ジルは気を失ってる、早く手当てをしなければ。どうやって、あ、こいつを倒してから手当てするってことかな。そういうストーリーならいいぜ。わあやばい、レベッカもやられた。これレベッカもやられちゃったか。ね、おいこれ弾足りる、これ。あ、倒したんじゃないこれ。クリス、そいつを使え。わあ、なにこれ、にぶちかませ。ありがとうありがとう、ブラッド。これなに、ロケットラン。すげえ世界観だぜ。ロケットランチャー任せてありがとう、ブラッド。一旦調べていい？のんきに一回調べますよ。ロケット弾を打ち出す強力兵器だ。さあ決めようか。すまねえレベッカ、お前を犠牲にしてしまったが、こいつは絶対に俺が倒す。どこどこどこ、タイラント。おう、さあいきますか。 3,2,1 レディゴー。すげえ、なんか三面図で見せてくれた、優しいね。三面図で見せてくれて、タフガイクリス編をクリアした。どうもタフガイです、よろしくお願いします。ブラッド助けてくれたんじゃない、マジでありがとうブラッド、お前が一番優秀だ。ねえレベッカとかは、ジルバレンタインとか助かった？俺そこだけが一番気になるんだけど。やばい、ちょっと喉が叫びすぎて喉いかれてきた。あの忌々しい洋館ともさらば、ウォー、ナイス爆発、レベッカのお手柄だねこれは。あら、あらあらあら、バレンタイン、あらこっちに傾いちゃって。いやでもお前、本編ではレベッカと一番いい感じだったけどね。レベッカとの方が一番いい感じではあったよお前。バレンタインな、でもやっぱりジルバレンタイン、正ヒロインはジルバレンタインだったか。これでクリア。おー、なんか今トゥ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 ンって来ちゃった。これエンディングですか。はい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 、クリアしました、バイオハザード。ありがとうございます、楽しかった。いやマジで初ですね、こんな感じの長編ホラーゲームをやるのは初めてなんですけれども、私のホラー体制はいかがだったですかね。ある方なのかな、それとも結構ビビってた方ではあるのかな、ちょっとわかん、自分ではわかんないけど、いやとにかく面白かったね。普通になんか探索して進んでいく、でなんか武器もね、ハンドガンからショットガン、マグナムリボルバーで、最後はロケット弾、ロケット弾は違う、なんかポケモンの世界観になっちゃうな、ロケットランチャー。なんかどんどんと武器も強くなっていく感じで、 RPG 要素もね、まあ RPG ではないんだろうけどあったりして、え、何これ、何このシーン、なんかちょっとはだけたレベッカ、レベッカじゃないか、今のジルバレンタインか、レベッカいて。これさ、クリス編をクリアしたってことは、あのオープニングでさ、クリスかジルバレンタインかのどっちかを選べたじゃない、だから多分ジルバレンタイン編っていうのもあると思うんだよね、このゲーム。いやーでもこれがバイオハザード初代ですか、初代を、リメイクしたのをさらに HD 版でやったってことだよね。うわ、画質がなんかもう初代感ある、この画質初代感ある。でも HD でちゃんとリマスターしたってことで、いやー画質も綺麗でね、楽しかったわ。何このシーン、見たことないんだけど、え、何このシーン、え、なんか、え、これってさ、もしかして別エンディングとかある。まあ、あのジルバレンタイン編だと結構違うエンディングになったりするのかもしんないけど、え、なんかさ、このゲームってもしかしてなんかルート分岐みたいな要素あります。クリス、よくやった。はい、ありがとうございます。クリス、よくやったって、いやお前ウェスカーじゃねえか、お前ね、ラスボスのくせに何言ってんだよ。プレイタイム14時間30分、長っ。俺めちゃくちゃこのゲームやってんな。14時間、クリーチャー撃破数134、銃弾使用数466、インクリボン33回、回復アイテム使用数40回。うわ、これさ、なんか縛りプレイとかできそうだよね。なんかインクリボンをそれこそ1回も使わないとか、銃弾を100発以内に収めるとか、回復アイテムを使わないとか、あ、なんかそういう結構ね、なんかマニアックな要素も
できそうだね、このエンディングでこれが出てくるってことは。さあ、なにこれ。クリス has a new custom。 クローゼットの鍵を入手した。新しいコスチューム。嘘、クリス着替えられんの。衣装部屋で着替えることができる。衣装部屋ってどこ。プレスボタン。これで終わりか。終わりっぽいね。終わりましたか。ひとまずバイオハザードが、まあセーブしておいて、クリアーっていうデータがあるんだね。なるほど。いや楽しかった。なにこれ。背景変わったんだけど、後ろの。しかも待って、なんかさ、ワンスアゲインってある。なるほど、このゲーム一周じゃ遊び尽くせないってことかしら。ワンスアゲイン、なんだろうねこれ。いやまあとりあえずクリス編はクリアしたということで、また気が向いたらね、ワンスアゲイン他の編とか、あとジルバレンタイン編かなとかもやっていければなと思います。ひとまずはバイオハザードはここまで。ギャラリー、ギャラリーってなんだこれ。ゲームムービー、あーウェスカーズレポート。なにこれ。ん、なんだこれ。ウェスカーズレポート1、2って書いてある。ゲームムービーオープニングと、エンディング、クリス編2。あ、クリス編と多分これ下ジルバレンタイン編かな。あ、エンディングその2なわけね。俺はパート2エンディングということで。エンディングじゃ残り5つあるってこと。あ、全部で5つ。で、あ、残り5つか。で、ジルバレンタイン編で合わせて全部で12エンディングあるってこと。うわ、これちょっと、なるほどね。収集要素、エンディング分岐がたくさんあるわけだ。俺結構丁寧にさ、探索してた気するんだけど、他のエンディングもたくさんあるわけね。なるほどなるほど。まだまだ楽しませてくれそうだね、バイオハザードは。よし、ひとまずクリス編そのパート1、クリス編の完全初見プレイはここまでで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。